ス。本日も夕食の時間が来た。さくらのいただきますに全員で合わせる。カチャカチャという食器の音がしばらくの間場を支配した。今夜のメニューはシーザーサラダ、サバの煮付け、卵を使った中華スープにパエリア、そしてデザートにカットフルーツとのことだった。しかし、すごいメニューだな。ごめんなさい。統一感はあまり、その、ないですね。なに、お兄ちゃん。何か文句あんの？いや、文句はない。文句はないが、すごいことに変わりはない。みんなで一品ずつ作ったんだろう。どれも味は申し分ないよ。みんなの顔がパッと明るくなった。なんだか逆に緊張してしまう。それにしてもこのサバの煮付けは間違いなく玉木作だ。味でわかるなんて我ながら。明日はお鍋にしませんか？先輩、まだ今日の飯を食い始めたばっかですよ。しかもちょっと唐突だったし。それじゃあこのお話はご飯を食べてからにした方がいいですね。萌さん、お腹いっぱいになってからお鍋の話はちょっとダメでしょうか？ダメっつうか、なんつうか。せっかくお鍋持ってきましたのに。え、お鍋って鍋ですか？はい、お鍋はお鍋です。萌先輩が嬉しそうに指を折り始める。土鍋、すき焼き鍋、ちり鍋、紙鍋、いろり鍋、それに念のため餃子鍋も持ってきたので餃子パーティーもできますよ。それ全部担いでここまで来たんですか？はい、日替わりでお鍋ができるようにと思いまして。2泊3日でそこまで持ってくるとは、先輩の鍋への思い入れをはるかに甘く見ていたと言わざるを得ない。だったら明日は鍋にしますかね。他のみんながいいなら。僕は全然構わないよ。大勢いるときこそお鍋ってのが日本人の正しいあり方だしね。正しいのかな。正しいよ。お鍋でしたら辛いのもいいかもしれないですね。元気が出そうです。あ、いいですね。鍋の材料にも欠かしませんよ。あすみちゃんが来るちょっとくらい前に様々な食材を仕入れてあるはずですから。布施の蔵の冷蔵庫や冷凍庫に業者の人が入れておいてくれてあるはずです。さすが金持ちだな。そんなこんなで結局鍋の話ばかりしているうちに夕食の時間は過ぎていった。考えてみると昨日ここに来てから今の今まで寝ている時間以外一人になるってことがないわけじゃないか。でもこうしてベッドに横になってぼーっとしている時間は初めてかもしれないな。夕食後一旦休憩をして、それからみんなで星を見に行こうということになったのだ。結局玉木のことが頭に浮かぶ。玉木が何に怯えているのかはわからない。だけど物の考え方として俺は気にしないとか適当に流すとか深く考えないとかそういうことのできる人間だ。だけど玉木はそれが無理なんだろうな。いつだって真剣で、いつだって本気で、
いつだって真面目で、いつだって全力で。肩の力の抜き方を教えておかないと、いつか潰れちゃうよな、あいつ。よっしゃ、ちょっくら葉っぱかけに行ってくるかな。できるだけ玉木が落ち込みそうな話題は避けないといけないな。廊下を出たところで、なんとなく周りを伺ってから玉木の部屋をノックする。そのノック音も小さい。我ながら弱い。朝倉様、いらっしゃいませ。お邪魔じゃなかった？そんなこと、あるはずないです。頬をあからめながらも、どうぞと俺に椅子を勧めてくれる。さてと。何かお話でも？そういうわけじゃない。いや、そういうわけじゃないこともないんだが。変な朝倉様。葉っぱかけてやろうとか思ってきたけど、玉木の顔を見たら、いろいろ考えていた言葉はすべて吹っ飛んでしまった。結局俺は玉木に会いたいだけなのかな。玉木に会いたかった、じゃあ、ダメ。俺はまた昨日のようにベッドに座っている玉木の横へと移動した。ただ、昨日とは逆に、俺の方から玉木の膝の上へと上体を横に倒した。膝というよりも太ももの柔らかい感触が頬に当たる。玉木の太もも気持ちいい。朝倉様、もう。玉木、さっきから俺のこと呼んでばっかだぞ。顔を横に向けたまま玉木のことを見ないで俺は言う。だって、でしたら、なんて言ったらいいんですか？こういう時。どうだろうな。俺、女の子になったことないから、ちょっとわかんないや。それもそうですね。クスクスと笑っている。この格好って、なんだか耳掃除をしているところみたいですよね。ああ、日当たりのいい縁側とかでな。そうそう、そうです。初音島に帰ったらそういうのもいいかもしれないな。仕方のない朝倉様と玉木が苦笑する。きっと眉が八の字になっているはずだ。顔が見えなくてもわかる。耳掃除の代わりに玉木の手が俺の方に添えられた。俺のに比べるとずっと小さなその手がそのまま優しく頬をさする。代わりに俺は玉木の前髪に手を伸ばす。後ろ髪ほどじゃないけど長い。くるくると指に巻いてもういじる。帰ったらと言わず今からしましょうか。思い立ったが吉日ってやつだな。でも耳かきあるかな。日用品はいろいろと揃っていますからね。きっと綿棒くらいはありますよ。玉木の前髪をいじりながら話を続けていると、という乙女の悲鳴に手がビクッと止まってしまった。何事だ？俺が半身を持ち上げると玉木がすっくと立ち上がる。鷺沢様の声です。おい。そのまま玉木は声の方へとかけ始めた。玉木が部屋を飛び出して、俺もすぐに後を追う。視界から玉木を逃さないように全力で走る。厨房に入った瞬間、俺は息を呑んだ。まず、ツンと鼻を刺すような匂い。そして目に飛び込んできたのは鮮烈な赤だった。
真っ赤な水たまりの中央に力なく尻餅をついたように座り込んでいる渚は、その目が驚愕のためかカッと見開いたままになっている。渚の服はお腹のあたりから足の方へとかけてシンクに染まり、俺はそのあまりに強烈で血よりも赤い赤に一瞬めまいを覚えた。そして渚のそのうつろな視線の先にはアスミと玉木。玉木は渚とアスミの間に慌てて入り込んだというような格好になっている。よく見ると厨房の中は至るところに物が散乱しているような状態で、鍋、各種調理器具、そして様々な調味料が散らかっていた。まるで争い事をした直後のような。せっかく皆様と遊びに来たのに、誰かが死ぬんじゃないかなんて言えません。そんな、そういうことなのか。玉木はこのことに怯えていたのか。どうしたの？さっきなんか叫び声が聞こえ。駆けつけてきたさくらも部屋の中を見て固まってしまった。遅れてきた萌え先輩も同様だ。まるで時間が止まってしまったかのように何も動かない。何もかも遅かったのか。その一瞬だか永遠だかわからない沈黙は、やはりまた叫び声によって打ち破られた。サギサワの叫び声。サギサワの？だらんと力なく下げていた腕を上げ、フルフルと震えるようにアスミの方じゃなくてその後ろを指さしていた。ん？震える指先をよくよく追ってみると、黒い点がなんかカサ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 。まさかあれにビビったのか。ガクガク震えながらも指先は超高性能レーダーのように正確にその黒い点をサーチしていく。すごいすごい。じゃあなくて、なんかないかなと散乱していたものの中から、空の家庭用ラップの芯を手に取ると、その黒いやつに近づき、うりゃと一撃を見舞いした。それから適切な処置を施し、こうして全ての元凶と思われる奴はこの世から消滅した。じゃあ改めて説明してもらえるかな。いまいちどういう顛末があったのかわからないんだけど、渚が赤く染まったエプロンを洗濯機にセットしてくるのを待って、一同はリビングで一体何が起きたのかを聞くこととなった。玉木はさっきから押し黙ったままだ。あれは落ち込んでいる顔だ。もうこの旅行で何度あの顔を見たかわからないな。たく。すみません。私がことを大げさにしてしまったんです。あ、いや、それだったら私です。この宮さんは悪くないです。私も、なんだか誤解させちゃったみたいですし。俺より前に現場にいた3人がそれぞれすまなさそうに視線を落とした。それじゃあ何がなんだかさっぱりだよ。一から説明してくれ。じゃあ私が。詐欺沢の話はつまりこういうことだった。明日の食事の用意や今日の片付けを兼ねて厨房の整理をしていたら、例の黒いやつを見つけてしまったらしい。黒いのが大嫌いな渚は大声で叫んだ後大暴れ。すぐに休みが来たが、彼女は状況がつかめなかった。でそのままへたり込んでしまった渚の元に手を伸ばすべく近づこうとしたら、そこへすごい形相で玉木が現れたのだという。走り込んで二人の間に割り込んだ。で、問題はその時に渚が散らかしていたケチャップの容器を踏んづけてしまったという。
申し訳ありません。私が。で、俺が見た真っ赤なサギサワは単にケチャップまみれだったってことか。ということは、あの鼻を刺すような酸味の強い匂いもその匂いだったり、その匂いだったというわけね。美味しそうだったもんな。いやー、しかし最初見た時は、あすみちゃんが美咲ちゃんを刺して、それをたまきちゃんが間に割って止めているって感じだったね。お前な、縁起でもないこと言うな。バイオレンスの予感がしちゃったよ。それともサスペンスかな。そんなこと私がするはずないですよ。冗談冗談、イッツジョーク。それは第一の事件の始まりだったとかね。もう美咲さんまで。アハハハとみんなで笑う。ケチャップを父と見間違えるなんて、バナナですっころぶぐらい漫画的だもんな。だけど、みんなが大笑いしている中で一人、深刻な顔をしている奴がいるわけだ。ったく、かったるいやっちゃと、何度言わせる気なんだ。でも、それが玉木か。それじゃあ、そろそろ夜の散歩に行きましょうか。説明が一段落したところで、詐欺沢が提案した。うん、行こう行こう。お星様、楽しみですね。多少ドタバタしたけれど、俺たちは予定通り満天の星空広がる夜空の下へと向かった。うん、山だけあって昼間も空気はうまかったけど、夜はさらに美味しい気がしてくるな。うんうん、だね。そして、うわー、まあ、さくら、たまきに続いて全員で一斉に空を見上げる。こりゃまあ、なんとも。満天の星々とはよく言ったものだ。初音島だって別に都会というわけじゃないから、全国でも星はよく見える方だけど、それにしてもこれほどじゃない。星の数が全然違え。ため息漏れまくりだ。ロマンチックですよね。今目にしている星々が何万年も前の姿なんですから。うお、萌え先輩、アカデミックですね。ねえ、あそこのちょっと明るい星、ちょうど四角形になってるの見える？秋の大四辺形、ペガサスの体を形作っているって言われてるんだよ。さくらが東の星を指さし、そこからいろいろな説明をし始める。ああ、吉野さん詳しいですね。専門は生物だけど、理科一般は一通り勉強したからね。あ、そういえば先生だったんですよね。そうだよ。さくらじゃないが、こんなに綺麗な星空が見られるって分かってたら、ちょっとくらい調べてから来ればよかったよな。それであそこからちょっと左に行くとね、あまり明るくないから目立たないけど、アリエス、お羊座があるんだよ。ギリシャ神話だとね。まあ、人間には得て増えてというものがあるものだ。みんなはさくらの説明を楽しそうに聞いている。星々の寿命からしたら、人間の一生なんて本当にほんのわずかな一瞬なんですよね。サギサワが感慨深げに言う。なんだかあれですよね、こんな景色を見ていると私の抱えている悩みなんて本当にちっぽけなんだなとか思います。あ、それ私も思いました。
みんなが口々に私も僕もという。それでも自分にとっては大きな悩みですけど、とアスミは苦笑した。まあ宇宙と比べちゃ小さくても自分にとっちゃ一大事だろうしな。それにしてもみんなそんなにいろいろ悩んでるの？何も悩みがない人間なんてお兄ちゃんくらいだよ。正直悩みを抱えてる人間なんてそんなにいないと思っていたけど、というか玉木くらいかと思っていた。しかしそれもそうか、事の大小は違っても多かれ少なかれみんな悩みは持ってるのか。大体お兄ちゃんだって悩みあるでしょ。それも現在進行形で。え？俺に悩み？何かあるか？何も思いつか。ほら悩んだ。はあ？なんじゃそりゃ。ったく、俺に悩みなんてあるはずないよなと言おうと思って玉木を見て言葉に詰まった。玉木はまだ星空を見てさっきの詐欺沢の言葉を噛みしめているようだった。そして気づく。さくらが言いたかったのは俺は玉木のことで悩んでるってことだ。満喫です。このまま日の出まで見ていてもいいくらいかも。あすみちゃん、それはさすがに飽きちゃうと思うよ。風邪をひいてしまうかもしれませんね。でもずっと見ていたい気持ちはわかります。さっきから話している間中、幾度となく空を見上げていた玉木。俺ももう一度見上げてみた。心に残る光景だな。うわ、お兄ちゃんって何？そんな臭いセリフ言うんだ。え？いやそんな、別に臭くないだろ今のは。心に残る光景だな。こら、真似すんな。お兄ちゃん超照れちゃってる。顔真っ赤。本当、真っ赤ですね。おい玉木、お前まで勘弁してくれ。朝倉様、真っ赤っかです。こーら、さくら、待て、この野郎。へへーだ、照れすぎだよ。さくらを追いかけ回して、一発こづいて。玉木が笑っていて。突然、今夜空を見たからって、明日から別の玉木になるわけじゃないし、別の玉木になることなんて、どうしてもないんだけど。でも、こういうことをきっかけにして、人は少しずつ少しずつ変わっていくんだと思う。明日の玉木が今日よりもう少し、ほんの少し、目に見えないくらい少しでも、でも確実に前向きになっていたら、そうしたら俺の悩みも一つ解決するはずだ。今日の星空は俺と玉木以外のみんなの心にも残ったことだろう。それくらいインパクトのある美しさだった。笑顔の玉木が不意に愛おしくなってキスをしたくなった。無数の星の下。人目をはばかってさすがに思いとどまったわ。突然さくらがくしゃみをする。大丈夫か、さくら。そろそろお家の方に戻りましょう。結構夜は冷えますしね。そうだね。俺たちは明日の予定は起きたら決めることにして、今日はもう遅いので寝ることにした。
一旦ロビーで全員におやすみなさいを言って自分の部屋へと戻り、そして30分くらい見て玉木の部屋を訪ねた。玉木は電気を消したままベッドに腰掛けている。俺が椅子に腰を下ろすと、ついさっきの幻想的な光景について話しかけた。先ほどの夜空、素敵でしたね。うん、あんなにたくさんの星を見たのは正直初めてだった。玉木も随分長い間見上げていたよな。首疲れてないか？そんな長い間と言っても、それほどではないですよ。大丈夫です。そっか、ならいいんだけど、と言って少し間を置いた。元気？え、元気ですけれど。言葉とは裏腹に全く元気そうじゃない。語尾なんてほとんど消え入りそうだった。さっきの咲沢へのケチャップ気にしてるんだろう。図星か。気にするなって、あんなの笑い事だろ。何をそんな考えてるんだ。玉木が俺から視線をそらし、深くうつむく。ですが、やっぱり、私が元凶でした。今回も。え、元凶って？玉木の口から思いもしない不吉な言葉が滑り落ち、驚かされる。私、知っていたんです。知っていた？一体どういうことだ？夢を見たんです。旅行にお誘いされた夜のことです。そこにいたのは、この旅行の参加者皆さんでした。不吉な夢でしたが、その時は、あまり気にしてなかったのです。ですが、見た夢とこの旅行が少しずつ同じになっていくのです。さくら様が現れて、別荘も同じで、しかも初めてお会いしたあすみさんが管理人で。現実と同じ夢。初対面のあすみまで出てきたとなると、確かに普通の夢じゃない。玉木には本当の巫女ゆえか、人ならぬ力が備わっている。まさか、予知夢？ええ。私も、そう思います。でも、だからといって、それは怖がる理由にはならないだろう。予知夢で今起こることを知っていたとしても、昨日今日起きた出来事は笑い話のようなもので、玉木が怖がる理由にはならない、と思うのだが。私が見たのは、とても断片的な映像だったものですから。山の景色が映って、水中から誰かの体がぷかりと浮かんでくるのです。手足も投げ出されたみたいに、だらんとさせて。それは、さくら様でした。床までお湯で浸されたバスルームが見えて、そこには、水越様がぐったりと浴槽の中に体を沈められていて、お二人とも、息をしていないみたいで。昼間のことか。一見するとそういう風に見えるのかもしれないな。詐欺沢様は、厨房にへたり込んでおられました。それをあすみさんが見下ろしているのです。次の瞬間には、詐欺沢様、お腹も辺りも真っ赤になさっていて。確かにさっきの場面と同じではあるけれど、結局は不吉な夢に現実が似通っていて、玉木が勘違いしただけのことだろう。それこそ笑い話じゃないか。いえ、違います。私が余計なことをして、皆様に迷惑をかけているのです。私が
あんなに騒がなければ、さくら様もお腹を打ったり、ドアを壊してしまったりもしなかったと思います。どうだろうな。そんなことわかんないけど。いえ、そうですよ。私自身の手で、あの夢を再現してしまったんです。たまき。本当は、ただの夢だったかもしれないのに、私のせいで。おえつとともに目の端から雫が玉木の頬をこぼれて伝う。本当のところはどうなんだろう。あれは避けられないことだったのか、玉木の言う通りだったのか。わからない。確かなことなんて言えるはずがない。そんなことを証明することなんかできない。できないけれど。違う。絶対に違う。不確かでも、俺が玉木を信じてやらないで、誰が玉木の涙を止めるんだ。玉木は悪くない。本当に悪いことなんて起きていない。違うよ。そうじゃないだろう。玉木。玉木は今までずっと不幸な余地を変えようとしてきたんじゃないか。そうだ、玉木はいつだって、たとえ人にキーの目で見られようと、何の見返りも求めることもなく、不吉な余地を見ては防ごうとしていた。視線と顔を少しだけ上げて、玉木が俺の方を見る。今こうして見て初めて気がつく、やつれた表情と疲れ切った目。玉木に本当の心の安らぎをあげられるのはきっと俺だけだ。だから俺は玉木に言えること言って支えてあげないといけない、と思う。もしかしたら玉木の見た夢は本物の、本当の真実で、現実になる未来だったのかもしれない。いえ、実際に現実になりました。夢で見た通りに。玉木が再び目を伏せてしまう。そういう意味じゃない。俺は椅子を降りて玉木の元にひざまずき、伏せた顔を見上げる。そうじゃなくてさ、玉木が関わったから冗談みたいな状況になったのかもしれない。私が？玉木が見たのは本当に悪夢のような、真実不幸な場面だったのかもしれない。でも玉木はそれを変えたんだ。玉木はまだよくわからないと言った風だ。玉木が注意していなかったら、桜は本当に打ち所が悪かったかもしれない。玉木が慌てないで、みんながいつものことでしょと思っていたら、萌え先輩は本当に溺れていたかもしれない。玉木が駆けつけていなかったら、暴れていた詐欺沢が何かの弾みで調理器具で怪我をしていたかもしれない。それを玉木が全部止めたのかもしれない。私が不幸を止めた？やっと合わさった視線。その玉木の目に光が戻ってきた気がした。そうだよ。玉木のおかげで笑い話になっているかもしれないんだ。玉木自身の力だろう。それを信じられないのか？私の力？いつものあれをするべく、手を返して玉木に向ける。不意に生まれる重量、
手の中に桜餅を作ってみせる。あ、朝倉様。玉木が驚いたような顔をする。俺の力はしょうもない力だけど、ほんの少しでも人を幸せにできればいいと思う。せっかく人と違う個性なんだ。玉木の力もきっと周りの人を幸せにする力なんだって、俺は信じてる。私。その通りだよ、玉木ちゃん。お話は一部始終聞かせてもらいました。桜様、咲沢様。二人の後ろには萌え先輩も、あすみも、みんな揃っていた。水越様も、あすみさんも。あんな僕の悪ふざけのせいで、玉木ちゃんがそんなに落ち込むなんて思わなかったし。ごめんね。私の方こそ大騒ぎしてごめんなさい。あんな大きな悲鳴あげたりして。お風呂で寝てしまうのはまこちゃんにも危ないといつも言われてましたし。ケチャップくらい洗濯と掃除すればいくらでも平気ですよ。みな真剣に玉木のせいなんかではなかったと、何も悪いことなどしていないと訴える。皆様、立ち聞きしちゃ悪いと思ったけどさ、玉木ちゃんが様子が変だったし、みんな心配してたんだ。ほら、誰も玉木が悪いなんて思ってない。俺だって思ってない。なのに玉木だけが自分が悪いと思ってる。でもそのようなことが。玉木の声が震える。玉木自身の葛藤が声を震わせているんだ。自分のせいでと。でも玉木は関係ない。どっちかなんてわからないのに。ないなんて誰にも言えないさ。結果を見てみるんだ。誰か傷ついたやついるか。玉木は思案している。みんなの言葉を自分のものにしようとしている。俺の見る限りじゃ、傷ついてるのは玉木だけだぜ。傷ついているのは、私、だけ、ですか。まあ、玉木はかったるいところがあるからな。玉木はな、まっすぐすぎて、頑固すぎて、そのくせドジでおっちょこちょいなところがあって、間違っていても突っ走っちゃう。心配性で、完璧主義で、やらなくていいことまでやろうとして、考えなくていいことまで考えちまう。だいたい出発の日にさ、こんな夢見ちゃって不安なんですって言いやよかったんだよ。そうそう、それでみんな笑い飛ばしちゃえばいいんだよ。一人だけで何かを抱えるってのは想像以上にきっついからな。俺は玉木の心を読んだりはできないからさ。言ってくれよ、言葉で。はい。おっしゃる通りですね。私、勝手に気にしすぎて、一人で抱え込んで、どうしたらいいかわからなくて。わからなくなるまで一人で抱え込む必要なんてない。玉木は一人じゃないだろう。玉木の体を引き寄せて腕の中で抱きしめる。俺よりもずっと華奢な体。俺を頼っていいんだ。どこにいても、どんなことでも。夢の中だってお前を助けに行ってやる。玉木が深くうなずく。俺はなおも強く玉木を抱きしめる。でも、朝倉様、この状態は、少し、
恥ずかしいです。玉木が笑う。それは照れ笑いだけじゃなくて、みんなに励まされて安心したからだと思う。あらあら、ふぅ、ラブラブだね。うっさい。こういう時は気を利かせてそっと部屋から出ていくもんだぞ。もうせっかく玉木ちゃんのために来たのに。はいはい、それではそうしましょうね。おにゃ、あ、ちょっとまだ言いたいことがあるのに。詐欺沢がちょっと強引に桜を捕まえてドアへと引っ張っていく。それに続いて萌先輩とアスミも外に出ていく。パタン。ありがとうございます。ありがとうな。閉まったドアに二人でお礼を言った。ちゃんと聞こえたかどうかわからないが、部屋には元気になった玉木と二人っきりになる。きっともう大丈夫だろう。再び俺は玉木を抱きしめた。